皆さん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回ね、ちょっとお風呂上がりなんですけど、今回はね、ドンキに行って、こちらの、フィーノのね、この、ヘアオイルをゲットしてきたので、今回はね、ちょっと、これでどれだけ髪が良くなるのか、検証していきたいと思います。これはもう20分。で、パッケージこんな感じで、もうなんか、フィーノが細くなった。もう、ダイエット大成功的な感じのね。開けていきます。おお、本当にダイエット成功してるよ。めっちゃ可愛いんだけど、なんか手にはまる感じがいいです。はい、開けていきますね。可愛い。おお、出した感じは透明な感じかな？こんな感じで。透明な感じ？匂いはフィーノ。あ、フィーノ。はい、じゃあ、つけていきたいと思います。あ、待って。濡れてるな、髪。わかんない。わかりづらい。こんな感じの髪質です。ダメだ。濡れてるからわかりづらいな。乾いてるやつ、取っとけばよかった。ごめんなさい。で、前髪にもこうつけて、最後、くしとかします。くしでね、溶かすことによって、なんていうの？なじむっていうかね、そうなんですよ。はい、ということで、乾かしていきたいと思います。ということで、乾かしてきました。見てください、皆さん。これ、やばくない？これ、画面越しで超伝わりにくいと思うんだけど、いつもの100倍ザラザラなの。すごいの、これ。で、今回ね、このフィーの、これしか使ってなくて、普通のシャンプー、リンスして、これをつけて乾かしただけなんですけど、その固体のフィーのも使ってないし、トリートメント的なのも使ってないし、本当にこれ1本。乾かしてからも塗ってないです、何も。めちゃめちゃすごくない？これ。ガチでおすすめです。すごいおすすめです。ほんと、ツルンツルンになるので、皆さん。やば、これやば。髪がね、すごいの、これ。もうなんか、感激すぎて、すごいのしか言葉出ないけど。皆さん、これ、すごくおすすめなので、皆さん、ぜひ、試してみてください。やば、すごいわ。匂いも超いいしさ、最強だわ。軽く塗って、すごい。これまださ、アイロンとかも一切通してないの、今日。あ、ごめん、つけすぎた。あ、やっちゃった。出しすぎ注意です。やば、やっちゃった。やらかした。やば、やっちゃった。ということで、皆さんもね、このフィーノも、オイル使ってみてください。バイバーイ。